あ、もしかしてこの子もスカウトできるんちゃうか。ん？ほー。お、かわいいね。うちに来てもらおう。ほほ、うちの店で働かしたらまあまあ活躍しそうな子やないか。よし。ちょっとええか。急なんやけどキャバクラで働いてみんか。キャバクラ？気が乗らないわね。何かプレゼントしてくれれば考えてもいいけど。なんで蒼天堀の女みんなプレゼント要求してくんの？そうね。高級アクセサリーが欲しいわ。リングとかネックレス、ブレスレットとか。買ってくれたら働いてあげてもいいわ。アクセサリーか、背に腹は変えられん。ブランドショップってどこにあんの？ねえ、ブランドショップどこ？何？何？公園来ただけでしょ？なんかどうしてもさ、あの赤谷にもう一回会えないかなと思っちゃうよね。ル・マルシェ！うわ！あるんだ、蒼天堀にも。神室町にはあるもんね。何が欲しい？だバッグが欲しいって言ったな。バッグと、でもショルダーバッグの方が安いわ。あと、イタリア製リング。無理かな。うん。ありがとうございます。はい。これ渡しに行こう。え、何？ん？何？キャバ嬢を誘いに行こうと思ったんやけど。だからもう売り切れたって言ってるじゃないですか。そんな、そこをなんとか。そんなこと言われてもないものはないんです。しつこいですよ、あなた。店員さんが強気。お願いします。一つだけでいいんです。もう帰ってください。これ以上言うなら警察が呼びますからね。荒くれかな？そんな、どうしよう。泣いちゃったじゃん。本当のネックレス？なんや、あのとこ。ネックレスが欲しいの？ずっと泣いてる。ちいかわかよ、お前。おい、兄ちゃん、どないしたんや。男が想像人前で泣くもんやないで。ハートのネックレスが買えなかったんです。あ？ハートのネックレス？はい。今話題のディスティニーのハートのネックレスです。何それ、ベタベタなやつ。人気がありすぎて、どこの店に行っても売り切れで。ほう、そんな人気のネックレスがあるんか。だが別に買えんかったからって、泣かなくてもいいやろ。ダメなんですよ。早く手に入れないと。もしかしてお前もパッシー？うわーん。だから泣くなって、そもそもなんで今すぐ必要ない。素直に次に入荷するまで待てばええやろ。それが、今付き合ってる彼女の誕生日にハートのネックレスをプレゼントするよって約束しちゃったんです。なるほど。他ないの？次の入荷待ったら誕生日が過ぎちゃって彼女との約束を破ることになってしまう。なるほどな。まあ、守れもせん約束をして兄ちゃんが悪いわな。なんてこと言うん、ゴロ。素直に彼女に謝るしかないやろ。そんなことできないですよ。それで彼女に嫌われちゃったら俺、ああ、どうしよう。ああ、なんか、それで嫌われるような彼女やったら別れたらって言いそうになって、ぐって止めたいんやけど言っちゃった。そんなこと言ったら手に入らんのやろ。なら諦めるしかないやろ。それか偽物用意してごまかすくらいしかないわな。そうですよね。ん？偽物？あ、そうだ。それですよ。いいの？それで。え？本物がないなら本物そっくりの偽物を用意すればいいんです。ハートのネックレスの偽物を手に入れてそれをプレゼントしよう。いいの？それを誕生日プレゼントにして。偽物ってもさすがにバレるんちゃうか？大丈夫ですよ。ディスニーのハートのネックレスは人気でほとんど実物を見れる機会がないので、本物と偽物の区別なんかつけられないと思うんです。そっか、今だったらネットで調べたりできるけど、それもないんだもんね。そうなんか、でも彼女騙すことになるやろ。そっちの方が嫌われない？それはそうですが、僕は約束を破って彼女が悲しい顔をするのを見たくないんです。それが原因で嫌われたら元も子もないし。まあ、お前がそう思うならそうすればええわ。だが偽物を用意する当てなんかあるんか？いいえ、全く。偽物を作るとなると、贋作師さんと知り合いになる必要がありますよね。いや、でも、それ無理じゃない？今からやろ。誰か裏の世界に詳しそうで、贋作師さんとも知り合いになりそうな人がいればいいんですが。なかなかおらんやろ、そんな都合よく柄の悪そうなやつ。ゴロのこと？そうですね。ん？
人の顔を見て何をひらめいているの？あなた柄悪そうな顔ですね。ね、いや柄が悪い、きっとそうに違いない。は？柄が悪いことを見込んでお願いです。僕に贋作師を紹介してもらえませんか？あんなお前、失礼やぞ。それに贋作師に知り合いなんておらん。他あったるんやな。そんなに柄が悪そうで、贋作師の友達くらいいそうな顔なのに。結構見かけ倒しなんですね、柄悪そうな顔して。お前ほんまにところどころ失礼やな。いや全部が失礼だったよ。ごめんなさい。でも他に当てもないし、もしそういう人がいたら教えてくださいますか？彼女を悲しませたくないんです。お願いします。そういうところは男らしいやな。しゃあないの。まあ万一何かつてでもできたら教えたるわ。ありがとうございます。よろしくお願いします。といっても、贋作師なんてそうそうおらんからな。そういう輩がおるときたら、この先の路地あたりか。え？ちょっと先にキャバ嬢をスカウトしてきていいか？バッグがいいや、ブランドのバッグ買ってくれたら働いてあげてもいいよ。買ってきたぜ。このイタリア製のゴリゴリピンクバッグをあげよう。ほら、これでどうや？わあ、いいじゃない。いいよ。あなたの店で働いてあげる。私、はるみよ。よろしくね。はるみさんね。お、いいじゃない。よし、スカウト成功や。なかなか良さげな女の子増えたな。ますます経営頑張らんとな。そうだね、ちょっと。サンシャイン池崎にも行きたいよな。買ってきたぞ。そうね、高級アクセサリーが欲しいわ。買ってきたぞ。イタリア製リングだ。どうだ？ほら、これどうや？あら、まあ、いいの？じゃあ約束通り、あなたの店で働くわ。私、ミツコよ。よろしくね。ミツコね。オッケー、ありがとう。ミツコかわいいな。よし、スカウト成功や。サンシャイン池崎行かないと。でなんか、本路地にどっかに、なんか悪い奴がおるって聞いたけど。なんか、偽物作るの得意だぞっていう方いらっしゃいませんでしょうか？それこそ、この前テレビでさ、なんか、お札の偽札特番みたいになって、なんか作れる偽札とか。やあやあ、どんな感じだい？真島さん、キャバクラ経営なさいますか？やるやる、いっぱい女の子増えたんだわ。ちょっといろいろ、女の子が増えたので、そうだよね。在籍上。お、増えてる。あ、パシコも増やしておこう。パシコと、ハルミ、キララ。あ、この辺はなんか、あれよな。あっちの、何、オデッセイから引き抜いてきた子たちよね。お、メンバー揃ったじゃないか。勢揃いだぜ。パシコ、ファニーな、おもろい。おもろいな、他はファニー強い子いないから助かるぜ。まあ、一旦ちょっとカットはするけど、通常営業していこうかな、このメンバーで。稼いでこいよ。いらっしゃいませ。今夜も働くぜ。いらっしゃいませ。お、豪華になったね。いいじゃないか。ゲストグラス。ありがとうございます。お、どうぞ。失礼します。失礼します。何これ？こちらになります。え、かわいい、ゆきちゃん。失礼いたしました。わ、かわいい。お、いいじゃん。うわぁ、頑張っとんな。お願いします。はーい。どうした？トラブル発生。どうされた？ふざけんなよ。トラブル発生や。お詫びの品を渡しておきましょう。お、機嫌があった。物に揃えたぞ。困らせんなよ。さあ、今回の売り上げはどうだろうか。じゃあね、結構プレゼント代がっつり上げたしな。収益も170万。パシコパシコは1になってますね。おめでとうございます、真島さん。マーズエリアのファン数が500人突破しましたよ。お、すごいじゃないか。おー、そうなんか。今頃あの日野ってやつも心情穏やかになんやろな。でもあの日野のことです。このまま手をこまねいているはずがない。きっと何か手を打ってくるはずです。確かにな。ひょっとするとまたサンシャインまで乗り込んでくるかもな。うん、やだな。日野が店に入ってこれないようにずっと鍵閉めておきましょうか。そこまで。何やって？アホか、それじゃお客さんも入ってこれんやろ。え？
ああ、本当だ、バカめ。じゃあ一体どうすれば。そうだ、では逆に私たちがマーズに行ってみるってのはどうでしょう。ほう、行きたいかも、マーズに行く。はい。これから戦う相手ですからね。ヒノがどういう男で、マーズがどういう店なのか、敵を知るいい機会になるかもしれませんよ。ヨーダちゃんにといいこと言うわけ。まだ時間の時にでも、マーズに視察しに行ってみることにしようか。準備ができたら話しかけてください。ほー。まあ一応この辺はね、裏でやろうかなと思ったの。キリュウちゃんの時もそうだから、しのぎに関しては。ただマーズに関しては行く。マーズ行こう。どんな感じか見てみたいわ。このマーズの日のとこに視察に行ってみるか。わかりました。では早速参りましょう。変装とかした方がいいんじゃない。顔バレしてるしな。ここが日のの経営するクラブマーズか。ビリケンさん置いてマーズ来ちゃった。なんかすごくチカチカしてますね。なんや、目が痛くなってくるな。あ、誰か出てきたで。ありがとうございました。田畑さん、またお越しくださいね。うわ、すごゴリゴリ。まあもちろん、クリスマス近いからあんな感じなのかな。アイちゃんに会いにまたすぐ来るよ。ふふ、嬉しい。お待ちしてますね。おお、なんかうちとは感じが違うな。ち、今の客アイを席につけてやったっての全然金落とさなかったな。あ、イノンさん、あの野郎マーズのナンバーワンアイをなんだと思ってやがるんだ。はい、もうあんな貧乏人の客につくんじゃないぞ。いいな。でも田畑さん昔からの常連さんですよ。それに今月はちょっと厳しいって言ってたから。要は今金を持ってるかどうか、貧乏人に優しくしても何のメリットもないんだよ。いらんこと言うなこいつ本当に。金持ちにさえこびてる甘い汁が吸える世の中、金なんだよ、金金金。愛ちゃん、うちのお店おいで。おい、あ、愛ちゃんハートのネックレスしてる。奪え。おい、店の酒もっと高いの揃えとけ。内装もっと豪華にするんだ。金箔とか使ってさ。かしこまりました、かしこ。あの日野って男、なんや、金が全てって感じやな。はい、日野は全て金を払えば解決できると思ってるんです。もちろんマーズの経営も。だから客を手に入れ、人気店の称号を手に入れるためならいくらでも金を投入します。実際に大金を使って他の店の人気の女の子を寄せ集めたりしてますからね。だから店の女の子の質も高いんです。なるほど。もっとも、その中でもダントツのナンバーワンは、元からマーズで働いているあの愛って子ですがね。でもなんか嫌そうやな、愛ちゃんは。あの子がマーズのナンバーワンか。あの子も日野が金で。いえ、なんでもあの子だけは違うみたいです。自らキャバクラで働きたくて志願してきたんだとか。大金で集めた子たちよりも、普通に応募してきた彼女の方が売り上げがいい。皮肉な話ですね。まあやる気はあるってことやもんね、自分から来たってことは。まあそんなもんやろ。金で簡単に店を裏切るような女の子たちに、本当の意味でのいい接客なんてできんわ。しかし彼女、いい子そうですよね。かわいいし。あんな子がうちにいてくれたらな。ゆきちゃんとかはちょっと地味だからな。お前店の外でそういうこと言うなよ、絶対に。おい、そんなこと本人の前で言ったら殺されるで。あ、やべ、バレた。騒がしいな。うるせえ、ひな。あ、お知り合いですか？いや、どうやら虫が2匹周りを飛んでいるようだな。仕事の追加だ。虫の死骸を2匹片付けておけ。え、行くぞ、アイ。はい。はーい。でもお店に虫なんで出ましたっけ？え？え？あわわわわわわ。まずいですよ。早く逃げましょう。うん、こないのやつでも金で雇っとるみたいな。どうしましょう、まじまさん。やるしかないやろ。ヨーダちゃんどうか隠れとき。はい、そこののれんの裏でも隠れとき。なんなん、こいつら。踊っちゃうぞ。さあ、終わったけどどうしよう、これ。ひどみに会うたわ。マジマさん大丈夫ですか？ああ。まあ、なんとかな。あの、アイちゃん、うちに入ってくれんかな。ファイブスター、クラブマーズの日の。なかなかどうして、一筋縄じゃいかなそうやな。でもなんかがあったらすぐ潰れそうな店っていうのは分かったわ。
まあ忍びに関してはやっぱりこうおいおい一人で裏でやっていこう。それはあかんて。あれ？何してんの？あの先日はどうも。そうよね。あのお父ちゃんの言ってる子供のお母さんよね。ごめんね、あやふやで。あ、ぬいぐるみ少女のお母さんですよね。あんたは確かぬいぐるみの娘の母親か。はい、その節は親子ともどもお世話になりました。今日は改めてお礼に参りました。え、でって、それらあの子元気にしとるか。え、毎日お父ちゃん何しとるんかなってあなたのことばかり話してますよ。本当のお父ちゃんになろっかなってお母さんどう思います？そっか、元気そうで何よりやな。それより借金の方どうや、ちゃんと返していっとるか。そうですね、借金の額が多すぎて私の少ない稼ぎでは利子を払うので精一杯で。そうか。で、よかったらうちで働いてみんか。え、あなたのところで。まあでもまあ他の変な店で働くよりかは全然コロンとこで働いた方がいいと思う。まあサンシャインっていうキャバクラないけど他の店より給料はいいと思うで。どうや、いいんですか、私みたいなのでも。いや、すごい可愛いですよ、お母さん。まあもちろんや、あんた美人さんやしな。ほんで予算稼いだらあの子にぬいぐるみでも買ってやりや。はい、はい、ありがとうございます。これからお世話になります。源氏名はぬいぐるみから取ってぬい子でえっか。おいパシコはそれで許したけどぬい子はダメだ。さて、じゃあビシバシ働いて借金返していこうか。頑張ろうなぬい子。かわいそうにぬい子。まあ、いっか。ぬい子も可愛くしてあげよう。あ、なんかここさ、綺麗なお姉さんいるって言ってた子じゃない。いらっしゃいませ、お食事されますか。する。あ、こちらへどうぞ。あ、ここのね、人がすごい綺麗って絶倫君に聞いたよね。いらっしゃいませ。女だせ。さて、何行こうかな。おー、すごい、これ一個でもお腹いっぱいになっちゃう。うまーい。汁だけ頼んで。でもいい店なのね、多分。どうです、お口に合いましたかい。あ、うまかったで、おじとうさん。そいつはよかった。ところでお客さん、この店はどこでお知りに。絶倫くん、いや、ただ立ち寄ってみただけやけど。はは、立ち寄ってみただけ、そりゃいいですね。なあ、いきなり。いえね、お客さんみたいな若い人がうちみたいな店に来るのが珍しくて。あ、まあ確かに結構高級そうなお店だもんね。最近の若い人の間ではファストフードってもんを食べるのが流行りなんでしょ。テレビで言ってましたわ。まあ手軽に食えるしな、安いし。ファストフードか、俺もたまに食うけどそんなに流行っとるんやな。今やすごい人気らしいですよ。若い人は新しいものが好きですからね。うちのせがれもよく大学の友達とファミレスってとこで飯食ってますよ。なんかこのお父さん、なんかええ人そうやな。聞いた単語を一生懸命喋っとるって感じするもん。といけねえや。せっかく若い人が来てくれたってのに、こっさの長話聞かせるところでしたね。若い人に嫌われないように、今回この辺にしときますわ。お客さん、お名前なんて言うんですかい。まじまや。まじまさんですか。またお越しくださいよ。いや、なんかこの人ええ人臭いな。お、また来るわ。こんなに若造の五郎にさえもちゃんと敬語使ってくれるしな。いい店だな。通う。ここ絶対通う。それに比べて。あのオバタリアンね。おばは、おばはまだ揉めとる。ん？あー、チカン、ここにチカンおるで。またやっとんの。このクソ、もう誰が痴漢や。極道風ってお前いらんとこに絡みに行くな。あの兄ちゃんもオバタリアの宣伝受け取るな。アメちゃんもらえるで。んこのババアいてまうぞ。ダメ、オバハにそれ出しちゃ。あれはまずいな。ひぇ、調子に乗っとるんやないで、ババア。極道舐めとるとこうなるんや。あかーん、おばはんいじめんなよ。なんやお前。が、艦隊の兄ちゃん。いくら相手がムカつくおばはんでも、はたぎに手出すのはあかんで。やるか？このおばはん結構おもろいぞ。兄ちゃんの気持ちようわかるわ。
わしも近い覚えされたしな。でもな、悪いことは言わん。手を引け。このおばはん、兄ちゃんには手に負えへんで。うるさいぞ、ずっと。なんやと、急に出てきてごちゃごちゃ言いやがって。こっちはイライラしとんのじゃ。もうええ、代わりにお前ぶっ殺すわ。なんでやねん。なんで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 やねん。ほら、おばはんいじめんなよ、お前。おばはん、アメちゃんくれたんやぞ。あんた、ただものやないな。雑魚に褒められても嬉しないわ。さっさと消えろや、痴漢。ち。痴漢よ。あの子痴漢よ。なあなあ。眼帯の兄ちゃん、あんたやるやないの。うん、結果的にあんたを助けることになっちまった。借家は、うん、あれもよく見ると、ええ男やな。若い頃の旦那にそっくりやわ。旦那の方がイケとるって言うとったやないか。胸が高鳴るわ。何やって？やめえや、おぞましい。おぞましいとか言うねん。急に女見せんねん。これしたってもええで。うん、またどうせアメちゃんやろ。もういらんって。いや、もっと甘々やで。ん？好き好き好きずー。きっつーい。やめて。なんで力やあかん。あ今ちょっと聞こえたよ。私今までゲームやってこの中はときメモでしか聞いたことないな。まさか竜が如くで聞けるとは。あの SE うう恥ずかしがらんでもええって。私も久々やで。熱いね二人よっ。ヒューヒューやめてや店主。店主は最初に言った通りや。おばたり屋には関わらん方がええ。この世で一番強いのは極道でも格闘家でもない関西のおばちゃんや。はい、起きや。行くで。じゃあビリケンさんのとこに行って西谷に会いに行こうか。おまた。おう。準備はええか。いいよ。まだやったら早してき。うん、オバタリアン済んだから行く。今から留置所に案内したるけど、お前の方の準備はできとるんか。大丈夫よ。行こうか。もう大丈夫や。早いとこ西谷に会わせてもらおうやないか。よし、じゃあ。ほな、行こうか。逮捕されてる。こんな縄まで縛って。ワンちゃんじゃん。もう、ここまでする？ちょっと、変ないっぱいおる。ちょ、やだ、ここ。変ないっぱいいる。あ、お疲れ様です、ビリケンさん。おう、ごっついご確認捕まえてきたで。入れたってくれ。え？あれ？いつもより多いんやないですか。気にしな。あんたんどこの娘も今年大学やろ。すんません。ほな、楽しんでこいや。なんかやっとることは悪いけど、ええやつやな、こいつ多分。すいません。これは普通に逮捕されたりしないよね。ちゃんと迎え来てよ、ビリケンさん。西谷のええダチになりそうやな。奥で茶でも入れますよ。西谷は？え？やる気のやつばっかなんやけど。あれ？おい、西谷。赤スーツ。おい。すんな、そういうこと。え？え、何？蹴っちゃダメだった？え、何？西谷くん怒って、この子ら。こらこらこら。え？
マジマ君やないか。何者？どないしたん？万引きでもしたんか。それお前だろ。お前に会いに来たんや。西谷。ほんまに？嬉しいわ。ちょうどわしもマジマ君に会いたい思っとったとこなんやで。はあ？お前が俺に何の用や？この前の殴り合いはほんまに楽しかったな。思い出しただけでもうっとりしてまうわ。あ、せやけど警察に邪魔されて最後までケリがつかんかったやろ。自分で呼んだんやないが。アーセント真島君、お店では殴り合いしてくれへんねんもん。せやけどどんなにええ喧嘩でも蹴りつけへんのはあかん。野球の試合と同じやで、途中で雨天中止になったら選手のエプレーも無意味になってまうやろ。5回裏まで終わっとれば試合は有効や。何言うてんねん、あの喧嘩はまだ1回表やで。わしゃ何としてももう一度殴りようって楽しみたんや。おもろいおっさんやな。せやけど俺はそないなようできたんとちゃう。ん？誠がさらわれた。やったんはお前か。なんや、仕事の話かい。え？え？やばい。ここでタバコあかんやろ。何許されてんねん。監視さん怒った方がええんちゃう？マジかよ。それ出されたらするしかないじゃん。え、変なの入ってない？大丈夫？大丈夫か、ボロ、それ。誠さらったんは、白いスーツの見たこともない男や。お前の仲間やないんか。わしに備えな友達はおらんで。なんやて？せやけど、予想はつく。わしでも、真島君でもない、第三の勢力や。第三の勢力？一体何者や？まあ、わしは大方、目星ついとるけどな。知っとるんか？誰なんや？あの、西谷さん。これ。え？ええんかい。普通に灰皿持ってきやがった。ああ、そうや。前酒買うてきてくれるか。せっかくの来客やん。ええ酒頼むで。え？わかりました。ちょっと待っとってください。お前好き放題しとんの？どないなっとんねん。ここはダメだからね、ここでタバコも酒も。わしらみたいな仕事しとるとな、安全なねぐらがよう見つからんのや。ほんとこそちゃうか。あ？せやけどここはお上に守られた日本一安全なねぐらや。こないな連中に囲まれて安全やと？拳一つでわしの玉取ろっちゅうような人間はおらん。大抵は刃物や飛び道具使ってきよる。ここやったらそないなもん持ち込めへんからな。ここはほんまに熟睡できる我が家や。西谷、誠をさらった第三の勢力は何もいいや。そうやな、真島君は知りたいわな。佐川のおっさんには到底調べ上げれまいてやもんな。教えてあげようかな。けど、どないしようかな。おとなしく吐かんと、今度は楽しい殴り合いですまんことになるで。そんな言われるとはし、ごっつい期待してしまうで、真島くん。この間より、もっともっと楽しませてくれるっちゅうことやもんな。ええんやな。安全なねぐらで大怪我することになんで。楽しみや。わしは強いもんを見るとな、
あそこが固なってしまうや。もう我慢でけへん。お前はほんと切りないな。絶倫くんかよ。お望み通り、とことんしばき倒したる。いやでもこいつね、めっちゃゴロ似とんよね、後々の。っていうかさ、なんでこの子刃物持ってんの。募集されるやろそれ。え、何、また始まる、絶対なんか始まる、いきなり。いや、それ前刺されたやつ、刺されたやつ、もう一回見るところ。さて、シンプル雑誌じゃい、気をつけて、気をつけて。その後よ、足刺される、そこよ、気をつけて、近く。あ、え、ちょ、あ、よかった、向こうに刺さった。何その一か八か、ゾロかよ。やめて、怖い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 、何してんの。刺そうとしたでしょ、手痛いね、ごめんね。なんか西谷くんってね、英語っぽいんやけどな、どうなんやろか。えい、あとワンパンや、いったれ。西谷くんちょっといろいろ教えなよ。大丈夫か。さすがや、わしますます真島くんに惚れてもうた。あんたほんまにおもろいやつやな。ビリケンのおっさんが言うとったように、出会いが違えばええ仲になっとったかもしれへんな。殴り合う理由を持って出会えたんや。最高にええ出会い方やで。なんや、急にまっとうなこと言いよって。ほな聞かせてくれや、第三の勢力は何もんや。なあ真島君、佐川のおっさんを裏切ってわしと組まへんか。ああ、またっすって。誠実に第三の勢力は日教連中集団や。日教連、東上界の直系組織や。東上界直系、アホな、日教連なんて聞いたことないで。そりゃそうや、表向きには東上界の大門を掲げとらん裏の組織や。誠ちゃんをさらったんはおそらく日教連の総裁世良勝や。世良勝、数日前に世良が日教連を引き連れてこっちに潜り込んだっちゅう情報が入ってな。もしや誠ちゃんを狙っとるんやないかと勘ぐってたとこやった。なんで東上界の勢力が二つも誠狙っとん。二つ、俺に誠を殺すように命令出したんは島野の親父。島野っちゅうと東上界の島野か。なあ、セラも島野も東上界。ほんなら東上界ついでや、わしも教えたる。あ、わしの雇い主は堂島組の渋沢っちゅう若頭補佐や。堂島組、せや、これまた東上界の直系や。世良の日教連、お前に命令下した島野組、ほんで堂島組、三つ全部東上界や。一体どういうことや。なんでやろね。ま、東上界の内輪もめなんかわしには関係あらへんことやけどな。日教連が隠れとる場所は分かっとんのか。ちゃんと調べ上げとるで。どこや。知ってどないする気や。まこと取り返しに行くに決まっとるや。無理や。あ、
真島君が強いはよう分かった。せやけど一人でどないかなるほど甘ないで、日記俺は何やと登場界の大門掲げてはできへん汚い仕事をこなしとる特殊部隊や、さながらアメリカの CIA、 ソ連の KGB 言うたところやな。せやけどわしと真島君が組めば勝ち目がないわけやない。それにわしと組むっちゅうことは他にもええことがあるで。ない、佐川のおっさんからの命令は誠ちゃんを殺すことやろ。佐川と組んでる以上誠ちゃんを殺さなあかん局面にぶち当たんで。でもあしゃ殺しやなくて柄を抑えて依頼主に渡すよう言われとね。佐川を裏切ってわしと組めばとりあえず誠ちゃんを殺すはめにはならんやろ。悪いな、断るわ。なんでや。日教連の世良も誠を殺すようには見えへんかった。もし俺の目的が誠を殺さんことやったとしたら、そのままおとなしく日教連に預けとくわ。せやけど誠はもう十分すぎるほど裏社会の食い物にされてきた。両目まで見えへんようになってな。俺は誠を殺せへんかった。俺には誠を生かした責任がある。ただ命があったらええってことやない。人として生かさなあかん責任や。極道の食い物にはさせへん。残念やな。お前みたいな男ともっと早く出会わんかったが、ほんまに残念や。なんや急に。なんやろな、わしみたいな人間が何を抜かしとんのやろ。日教連が潜んどるな、椿園の中や。椿園、まあ、いや、こっち住んどって椿園も行ったことないんか。脇あって蒼天堀の外あんまり行かれへんのや。でなんや、その椿園ちゅうのは。椿園はな、それはそれは歴史ある料亭街の通称や。日教連はそん中の弁天屋って店にアジト構えとる。誠ちゃんもそこに囚われとるはずや。料亭街ガイドブックに載っとるようなとこちゃうで。百聞は一見にしかずや。案内したる、ついでに一緒に暴れたる。ええんか、俺は死んでもお前に誠は渡さへんぞ。そんな話や、日教連から誠ちゃん取り返した後や。さあ真島君と一緒に大暴れや。楽しなるで。さてほんなら楽しいお遊びに出かけますか。ほんまにホームのようにしとんな。そんな出れるもんなの。おいおまるさん、出してチェックアウトや。真島くんも一緒に出るで。出しておまるさん、ここ出して。んこうへん。誰もおらんのかい。しゃあないな。出してで出してもらえるもんちゃう。え、鍵開いてるで。勝手に出るで。え、何ここ、ガバガバ。え、え、え、嘘。ちゃん、逃げや。何、撃たれてなかった。なやねんな。誰、おちゃん。え、何してんの。お前リリケンさんには用してもろたんですがね、娘が大学行きたいなんて言うもんでして。
ちょっと気張らなあかんのです。何言うとるんや。あんたら殺したらビリケンさんからもろてた小遣いの100倍くれる言わはるんですわ。やっぱ東京の人は羽振りええんですな。お前買われたんか。誰にや。嘘。こら、あかん感じやないかい。マジで言うてる。にしたな。昔おっちゃんに言われた通りや。悪いことばっかりしてたら罰当たんな。にしたに。おっちゃん。マジマ君。わしはこのアホンドラと肩をつける。西谷、あんた思いっきり暴れたらええ、思いっきり楽しんだらええ。ヤクザなんぞどうせ早う死ぬんや。なら後先考えんと自分の道前に進めや。何言うとるんや。さっさとくたばらんかい。何で言うてる。嘘やん。タリク無理やって。嘘。早行けや。マジマ、まことち女生かした責任きっちり取ったらんかい。行けやマジマ。許してくれ。